とこんばんは。前回に引き続き来ました。今回も頑張ってください。次回も見ていきたいです。これからも頑張ってください。応援していますと。いや、ありがとうございます。みんなポイント厳しかったね。さっきの試合。お化けライト欲しいね。使いたかった。今回のね、お化けライトがどんなものか。お化けライトかわいいよ。なんかライトの色違うんだ。いつもなんか白いんだけどさ、あれ違うんだよ。オレンジ色になるんだ、お化けライトだと。お化けライトね、オレンジ色になって、しかもね、お化けちゃんのマークがちゃんと出るの。かわいいよ。使っていこう、私も。私も今日は配信見ながらランク1桁なるまで終われまーてんやってますと。あ、記念研究所。電源落とすとランクリセットされるから電源落とせない。だ、そうなんだね。なんかそう、人によってはさ、ランクリセットがなんか来ちゃうバグあるんだよね。怖いねそれ。じゃあもうずっとフル稼働じゃね、1ヶ月。悲しみね。大丈夫だといいけど、私まだ見舞われたことないな、ランクリセットバグ。昔はね、よくパークが全部レア度3でもレア度1になるっていうバグには見舞われてつらかった。もうほんと大変だった。さあ行ってみよう。ここ来ちゃったな。レザーフェイスは板をチェーンソーで壊そうとするなら倒すふりしたらもう一回ぐるぐるできる。余裕にハンマー使うなら無理ですけどと。そうなんでね、そこが本当難しいんだよね。んあ、いたそこだ。あ、いるんや。私行くわ。旅出るわ。頼んだ2人ルインやんルインやんルインやったやん。今それね、こっちが静かってことはさ、別でしょ。ルイン秘密探りに行こうや。だ、そこ宝箱あるかな。いやいや行こう。危険は犯せん。変なとこで危険を犯すとえらい目にあったりするで。あ、ここちょろっといじっとこ。ダミーにしてちょっとルイン探すか。あ、私が飛ばした。もうなんかさ、びっくりするよカラスくん。やめていただけんか。はっ、いないな鈍うとしたぞ。カニバルカニバル来たぞ。これあの音はね、どれあの音一気にパーになったもんね。ねえ、近くあるルイン。それじゃない。あれ違うな。光ってない。もしかしてあの人見つけた？秘密を知った？ただバーベキュー&チリでしょ？知ってるバーベキュー&チリ。あっ！やばい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 。そっちかそっちかそっちか。ねえ、もしかしてそこの奥にあった？なぜそっちで事件が起きた？そっち見に来るんだったらやばいな。だー、これまずいよ。いるいる。その動きはインシディアスってる。だー、これインシディアスだったら最悪やん。いない。何の手上げだったそれ。何だったそれ。いないいないよね。どうしたどうした。大丈夫か。いや、これ近いとこいたな。これあぶね。そっち行った。これはこれまずいな。近いな。多分石田さんのところ、石田じゃないわ、多分トーテムのとこ行ったのかな。でもこっちじゃなかったな。通ってったの。うわー、血まみれ。顔血まみれ。やめようや、血まみれ切るの。なぜ向こうに行く。ああ、助けるしかねえわ。大丈夫かな。持ってこないといいけど。みんな行こうみんな行こう。走ってこう走ってこう。ダメダメ、チリチリになるんや。チリチリに分かれるんや。あっちにあったのかな、呪いが。そうなのかもしれんな。こっち、え、そこで直してる。大丈夫。でもなんかここで最初自己死してたんだよな。ない、こういうとこたまにあるんだよ。みんな知ってる、こういうとこたまにあるんだよ。たまにね、こういうところのやつがノーバンだったりするんだよ。とんでもない話ですよ。なんか私ルイン対象じゃないみたいだけどいや、ルイン対象です、対象です。いや、そこ私見たよ。探し行くか。私いいよ、直しといて。だから早いとこ見つけんといかんわ。ただね、殺人鬼が向こうにいたってことはやっぱあっちなんだわ、方向的に。そうじゃないと戻らないもん。はっ、近い。現場は近いよ。や、めっちゃ近いな。こっちこっちこっち。向こうでチェイスでしょ。バレないといいな近すぎるわい。やばいよ。ハエとこれいかんと。バーベキュー&チリだったら私見つからんけど。ここで事故ったんかな。宝箱。あっやだ、近い。あれ発電機壊すもんね、多分終わったら。1個壊れてる。え、どこ？塩の方だった？ああ、怖い。バレないといいな。あ、返しに来ない。どこ？ルイン。教えて、なんか。なんか塩だるみたいなことさ、来た時言ってくれたらよかったの、さっき。あ、来た？私探し行くわ、ルインの旅。あ、直す？じゃあ私も手に入るわ、そこ。どこ行ったんだろう。なんかさ、ルインだけじゃないような気がしてきたんだけど。なんかやばいのと組み合わせてない？どこだ？全くわかんない。ない。これ。デバーホープとかじゃないよね。チェーンソーかな。でも音しなかったしな。これわかんない。ここのね、通ってもほんと絶望なんだよな。これつらいぞ。こんな石室にあったりすることもあるしさ。発電機ね、ちょっといじってダミーにして。どこだ？もうひどい状況です。あそこね。オッケー、近いからバレないかも。どこだ？死んだ。はぁ、行ってしまいました。一人天に召されてしまった。ただこれ壊さんわけいかんのだよね。誰残ってると最悪。あ、やばい、バレたかな。近いのが現場が。いや、切られてない。どこ？ボンドないんだ。そうだ。ボンドないんだ。行くわ、もう。ビビってても仕方ない。誰かチェイスしてんだったら。近いのか。出会った？来なかったもんね。大丈夫だね。たまにこういう隙間にあるんだよね。はぁ、どうしよう。でもずっと走ってんだけど見つかんないよ。ただ見つけないと、ここから後半辛いんだよね。どこだ？でもあの殺人鬼がなんか、どこ行った？こっちの方になんか集中してたっぽいんだよ。こんなさ、一軒一軒とか石ずつしらみつぶしに探していくのもほんとつらいんだよ。あれ普通だもんね。違う。でも助け行かないと。バーベキュー&チリだったら4秒間だもんな。あ、大丈夫か？直してあげようか。直してあげるわ。見つかるかもしれん、バーベキュー&チリで。みちみち見られてそう。あっ、そっちかよ。なんつってね。ブンっつってブンなってたわ。どっち回りで来る？また戻ってくわ。すくったか。いいぞ、頑張れ。おい、やべえの。ここ迷子になるんだよね。行くわ。走っていくわ。お、行けたか。いや、行ってない。そんなうまいこと言ってない。来てるやつは来てる。こっちいたと見せかけて慎重にね。入ってくる。バレてる。こっちや。あいつ超えよったな。時間を稼げ。そのうちにルイを探してくれ、みんな。いけ。なんつってだ。あ、こっちや。さあ行くぞ。おい、出口をくれ。私出口をくれ。サクとかさ、サクとか。あ、やばい、デッドハードあるんだ。なんつってな、デッドハードや。やばい。なんもないとこ戻ってきた。ちょっと。あ、クローゼットの皮かぶってるぞ、これ。の皮かぶってるぞ、これ、みんな。これ、わかる？ちょっと見えない。これ、色違うもんな、顔の色。これ、わかりづらかったな。クローゼットの皮かぶってるわ。結構やってるよ。チェイス、ちょっと頑張ったけどさ、やっぱわかんないわ、これ。ああ、デッドハードね、忘れてた。完全にもぎれないよ、本当に。呪いが出てるときさ。あそこ、あそこだったかな。なんか黒手ともぎりのなんかモーション入ってたんじゃない？あ、それまずいよ、2人一緒は。大丈夫？いや、バレてんじゃん、それ。バレてない？あ、こっちから来たんや。あ、よかった。大丈夫か、みんな。いや、ほんとね、チェイスはね、大変よね。ほんとこのマップだったらね、なるべく窓枠とかで複雑に行くと意外といけるかも。窓枠越した後にね、近くに出口がない方向に走っていくっていうのがね、大事。多分殺人鬼、窓枠越えずにこういうところからさ、スッと来るから、逆側を走ると。あ、宝箱。ありがとう、ごめん、助かった。行くわ、走っていくわ。私チェイスするわ。クローゼットしてんじゃね？壊しなもん。あら？行った？巻いた？誰かがチェイスしてるかも。ああ、これどうしよう。全然発電機もいけんし、ルイも壊せんしさ。やばいよ。はっ。仕事を終わったので、やっとシロさんのデッドバイが見れると。あ、ようこそいらっしゃいませ。落ちるからおやすみなさいと。あ、おやすみなさい。よし。どこかな。もうルインこれ壊せんかな。もう発電機かな。てかルインだけかな。怖いんだよね。今回さ、もぎり一回もしてないからさ。どうしよう。行くかやるか発電機。ただもうどこが治っててどこが治ってないのかちょっとよく分かんないからな。ここでもない。丁寧に仕事してる跡があるもん。ここもつけた。あの2人結構一緒に行動してたのかな。どこだろうな。宝箱も開けれんわ。今回はね、ハロウィン仕様のアイテムさ、かっこよく持ち帰って終わりたかったんやけどさ、終われんよこれ。あそこ宝箱あったな。開けるか、こうなったら。呪いね。150狙っていくかな、こうなったら。グレートをちょっと狙っていく戦いか。結構出口側に通ってるのがある。でも今回ね、出口両方見たの私。下手くそが。ただ今チェイスしてない？このマップね、最近苦手になってきた。ほんと1次第でね、チェイスするところの1次第で強いし弱いしってなるんだよね。位置がいいとね、バーベキュー&チルだから行かなくちゃ。宝箱開いてる？何やった中身。入れ替えたなこれ。誰か入れ替えたのかな。あ、やだやだ、近い近い。そっちか。あそこか。え、運ばれてん？あれ？いやいや違うな。あれ？生存者ダウンしてたよね。あれ？ストライクやった？あれどういうことだろう。おかしいな。はっ。じゃあもう一度このしょぼしょぼを使って私直していこう。一応しょぼしょぼツールボックスだったとしても1個ぐらいはね直しきれるかなってところなんだけど、ルインが邪魔するな。すごいな、あの生存者。どうなってたんだろう。もう一人が、相方がフルシルエットでも当ててたか。あ、担がれて。おバカ。スキル。いや、これやっぱ相方がいるんだな、近くに。フラッシュライト当てんでしょ、きっと。待ってろ。今行くわ、私も。待ってろ、行くぞ。あ、これ普通だもんね。違う。壊せない。あの人を助けに行くしかないわ。近くでチェイスしてるのは間違いない。あぶれ、デッドワードでよきたかな。ナイスナイスナイス。直しきれるか。ごめんね、遅くなった。いやほんとやっぱりなんかやってるなと思って来てよかったわ。大丈夫、いけいけ、行ってくれ。とりあえず自前で直してもらう。私救出部隊行くから。これバーベキュー&チルだったら。あぶれ、どっちみちやばい。そっち行く。殺人鬼トーテムが本当どこにあるかわかんない。こんなとこあったらわかんないよね。部屋一個一個さ、しらみつぶしに行くかっていうさ話になるけど、いけないよねそんなの。危ねえな俺。大丈夫かな。あの人多分自前で治った。ただ今4秒間見られてたんじゃないかな。ごめんごめん、お待たせ。よし、よう頑張ったで。あ、ここで治す。追われてたかなやっぱ。いやダメだ、ごめん、行きな。やばいで、それ直すの。あそこの壁越しだな今。カラスの。危ない。そこでチェイスか。これまだこの現場から離れねば。発電機やろう。ただ私の発電機はあそこだったんだよ。中央やるか。これ新規で手かけるかな。大丈夫かなあの生徒者。でも結構やれそうだよねあの2人。連携取ってたみたいだからさ。あ、遅れて申し訳ないと。ようこそいらっしゃいませ。今夜もライブ嬉しいです。お邪魔しますと。ようこそいらっしゃいました。初見ですって方もいるね。あ、お肉さんがアドバイスしてる。GTX のあぶれいた。今正面のとこ GTX の 1074G あればなんとなくプレイできる。そうそう、私もグラフィックグラボね、GTX の1070だったかな。そうそう、去年かな、私変えたんだよグラボ。そしたら FPS も結構出た。あー、ここ巻き戻った、やばいなこれね。スペックはね、そう、そこそこいるんですよデッドバイは。あんまりスペックが出なかったら、もうあとデッドバイの設定で一番低い設定とかにしないとやばいかも。ほんと FPS 出ないからね。今はね出て表示されてないんだけど、私一応デッドバイプレイするときね、最近だとね 60fps 出るようになってんだ。あ、皆さんありがとうございます。あ、みんな教えてたんだね、よかった。私も実のところ仕事と兼用のノート PC。 あ、そうなんだ。ノート PC でデッドバイやってる。結構出るのかな、ノート PC でも。さあ、ここ直しきれるかな。シロさんのは、あ、1060だったか。あ、よくご存知で、そうだったかもしれん。なんか違うこと言ってたかな。760でもいけました。あ、そうか、760でもいけるんだね。ん？シロさん、1500人近くの視聴者さんが見てますよ。あ、本当だ。すごい。ごめんね。なんか、本当はさ、金曜日と土曜日と日曜日やるよって言ってからのね、こんな平日やってるって。しかも昨日もさ、誰にも何も言わずに始めたんや。パーツって。ごめんね、なんかほんとみんな忙しいところね、よくぞいらっしゃいました。ちょっと待って、これ発電機私やらんというかん、1個は。でもバーベキュー&チリで私走ってきたな。やばくない？あー、嫌な感じ。遠く離して直すから。私過去決めるわ。カラスくんな、飛んでったけどな、カラスくん。私も大空飛んでいきたいわ。どこ飛んでいくんだろう、カラスくん。どこ行ったんやろ。切られている。ノーワンじゃありませんように。ノーワンじゃありませんように。はっ。よし、直しきれる。行くぞ。どっち？そっちとこっちか。ああ、こっち危険だな。どっちも危険だよ。でも中央の方に持ってってるっぽい。でもさ、こんな開けきるところまでさ、ずっとチェイスしてさ、しかも無傷の状態でさ、いよーっつってさ、来れないんだよね。2人ポッチの時にさ、カニバルでさ。シロさん、この間一緒になったのよ。シロさんの動画見て気づきましたと。あ、そう、一緒だった？もしかして一緒にやってた？あ、いたかもしれない。そうだよ、いたかもしれない。フェミ、あのフェミ何回目だろう。まだいけるんだったらさ、ちょっと救いに行きたいな。ただこれ見られてんだ、バーベキュー&チリで。遠いね、遠いんでしょ殺人鬼ちゃん。知ってる？私も知ってる。これバレてるな。バレとるわ。いやー、これチェーンソー構えてる。喜び表現してる。あー、死んだ。うっそやん。一人ぽっちやん。いだでも、あ、やばいやばい。イダでも壊しとけやつって言いたかったんだけどな。あ、ハッチ？嘘嘘嘘嘘嘘、ハッチどこ？パカッつったよ今。聞こえたんだよね。どこやった？どこ？まず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 、パカッつったよ。近い近い、こっちはこっち。あったあった、ここだ。よかった、大丈夫な。あ危ねえ。ああ、よかった。パカって音をさ、見逃さなくてよかった。あ、そうそう、今日のねデイリーこれなんだ、殺人鬼の。ああ、あよかった。んなんだろう、 OMFG ってなんだろう。 GG って言っとこう。なんだったかな。何の略なのか、たまになんか何の略かよくわかんないことあるよね。いやー、キラーもね、キラーか、キラー GG キラーだったかな、もしかして。しょぼいやつ持って帰ったけどさ、これじゃないんだな私が欲しいのは。殺人鬼が珍しいね、殺人鬼このマップ。ただ窓枠の位置さえ生存者がねうまいこといけなければって感じだったか。いやほんとあれ、私最後見つかった時ダメかと思ったけどさ、やっぱ諦めちゃいけないね。位置が良かったわ。そしてハッチの位置も最高に良かったわ。あーよかった。ウィスパー持ってたんだ。ウィスパーとバーベキュー&チリ、これどっちみち私見られたんだよ。40メートル以上離れてたから、どっちみち見つかってたから遠かったもんね。私こっちでさ、ね、生存者あっちだったからさわかるかなこの曖昧な説明。いやほんと遠かったよこれ。ただ救いに行かないわけいかないからね。 OMFG なんてこった。あ、なんてこったって意味なのこれ。どういうことだったのかなって意味ですって。なんてこったって意味だったか。あ、そういうことか。はあ、ただでも生き残った生存者結構ポイントいってたね。最初にやられちゃった生存者はちょっと悲しかったな。でやっぱみんないいパーク持ってたね。もう鉄板よね。珍しいね。このなんだったかな、治療速度上げるやつ。そうそう、これねあんまり持ってくる人いないもんな。珍しい感じだったな。あ、エンパシー持ってたんだね。エンパシーにゃんこちゃんか。みんな同じようなところだね、生存者ね。うわー、北フランクリンの悲劇。これほんと悲しいよ。一発殴られるとね、アイテム持ってるとさ、がっつりこれゲージも減らされちゃうんだな。ルイン壊せなかったけど、どこにあったんだろうね。全く分かんなかった。いやほんとね、脱出できてよかったわ。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。